問題。右と左で違うところが3箇所あります。それはどこでしょうか。よくご覧ください。ってことで正解はここと、ここと、ここでした。どりさんこんにちは、コーダです。今回もスーパーマリオメーカー実況プレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。ビート M モールス、リボルブさんのコースやっていきましょう。クリア率は 1.7% ですね。ということで、最初の中間までは、ちょっとやっちゃいました。はい。なので、ちょっと待って、待って、待って、とか言いつつ、全然できてない。よいしょ。モグラーニャ、モグラーニャ、モグラーニャニャン、よいしょ、オッケー。ということで、モグラーニャがいっぱいいるコースですけれども、ここまでは行きました。はい、こっから初見になります。よし。で、ここ、下ろしてからの、こういうことか。にゃーはは、下ろして、こっから、こういうことね。了解。そんで、何が出るの、何が出るの、早く出て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 、よしよしよし。いい。うわ、うわ、うわ、届くかな、届いた。届いたけど、さーって、ちょっと待って。ほっ、嘘、無理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 の無理すけ。よいしょ。んで、ここ飛ばしちゃう。こういうことね、こういうことね。んで、モグラニャに乗ってぴょーん。で、これで鍵ドア。はいはいはい。そんで、あ、なんだ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 、あ、いいのね、待ってればいいのね。はーい。そんで、ここ土管入りますと。お、さらなる中間ありがとうございます。そんで次はハテナブロックを叩く。で、合ってるね。ヒーヒーヒャーどっから声出てんだろう。ポンポンポンと、よし、オッケーオッケー。で、なんだ、なに、あ、2回踏むのか。よいしょ。で、1回2回のこういうことね。はい。で、右落ちると、よし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 よ、いいんだよね、いいんだよね、悪くないよね、別にね。そんでドア入ってゴール、やったー。テケテテケテテンテテテテン、 I've got the power。 ベンボピムズさんのコースやっていきましょう。右にゃ、まずは右に走ってここで投げる、 OK。 そんでここで、うー、右、 OK。 いいね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 。走りっぱでいいのかな。なんですか、なんかこの顔みたいになってるの怖いな。ほい、よし。そんで、バー、右ですね。了解。で、これ右投げて、どういうことなの？オッケーね、オッケーね。おお、すげえすげえ。あ、違う、あ、違ってない。さあ、こっから、こっから。ここでジャンプして、オッケー、オッケー、オッケー。え、オッケーじゃないのかい。さあ、ここ、よいしょ、届け、ナイス。そんで、右、ナイス。土管入って、これで中間かな？来ました、来ました。次、左かい。左、いて、よいしょ、左行けんのか、上、オッケー。そんで、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプしすぎ。ジャンプ、ジャンプ、ジャンピング、オッケー。そんで、左投げる、了解。ジャンプして、あ、遅い。投げて、こっからジャンプ、オッケーね、オッケーね。そんで投げる、違ったみたいです。さあ、ここでジャンプ、これ持ったまま、これ投げる、そしてジャンプして、オッケー、いいね、パウ持って。で、ジャンプ、どこで投げんの、どこで投げんの、まだまだ、まだね、まだね、まだね、まだここだー。よっしゃー、オッケー。さあ、土管入って、まだあるんか、まだあるんだ。よし、ここ右ね、了解。で、よし、ジャンプ、いいね、ゴール。まさかティーンさんのコース、エスケープ24、こちらやっていきましょう。はい、ってことで、これね、なんか出れそうじゃん、出れそうで出れないのよ、これ。うん、で、どうやって出るんだろうってお話でございまして、で、ここにキノコが出るんだけれども、キノコを取ったところで別に出れないんですよね。さあ、どうやって出るのが正解か、まだよく分かってない。実は何もしなくていい、あ、違うか、ん、左押したまんま、あー、なんかこれが一番っぽいな。おー、めり込んでんだけどな。あ、分かった、めり込んだ後にジャンプ、あ、いけたいけたいけた、こういうことか、イエーイ、抜けれた、面白い。へえ、なんでだろう、なんで左はあんな風にめり込むんだろう。へえ、できるかな。ゴールへの扉は P スイッチの下にある、こちらやっていきましょう。 P スイッチ、ん、
5、あれだよね、10秒だよね。でも、そうか、踏んだらゴールできなくなっちゃうってことでもないんだ。ドア入っちゃえばいいんだよね、そしたらね。とりあえず、右にとりあえず進んでって、進んでって、意外といけない、意外と進めない。3、2のドア入って、これでゴールか？あ、ゴールだ。ゴールなんかい。うん。なんかもうちょっと、本当は、実はドア入ってもゴールできないよーかなーと思ったんだけどな。ゴールできちゃうんだね。なおさんのコース、60セカンド、3スキンズスピードラン、クリア率は 0.38%。こちら挑戦していきましょう。結構珍しいので新感覚になるかもですとのことです。頑張っていきます。まず上上がって60秒っていうか、なかなかないとか、厳しそうだけど、これ上上がるのか。おー、OK、OK。ここ右投げて、違う、これじゃない。もう一回被っちゃった。じゃあもう一回いきますね。まずここ、バネジャンしって、ここで被って、ジャンプの、そんでここで投げる、OK。で、左行く。で、パウ持って、ここでパウ、ジャンプ、これパウ持って、ジャンプ、オッケー。んで、ここファイヤー。そんで、違わないんだけど、ここでしゃがんでジャンプか。こういうことか。了解。で、これ左行って、これ P 押して、踏んで、あ、これ右行くのか。すげえ。仕組みがすごい。待って。これもうダメなんですね。はい、そうですね。これ、ファイヤー、しゃがんで、よいしょ。んで、左、危ない。いいよ。んで、P スイッチ、ふーん。よいしょ、ここ、左行く。ジャンプして、ほい、よし。で、戻ると。オッケー。しゃがんで、オッケー。来た。で、これ、ファイヤーで、いいんだね。これでいいんだね。んで、しゃがむ。オッケー。お、P スイッチ取った。あー、ちょ、行き過ぎたこれドア入るんじゃない？ちょ、ドア入って、ドア入ったら？これ左で、あ、なるほど、ここで鍵ドアゲットすると。んで、これどこ行くんだ？なるほど、ここでまたファイヤーしないといけないのかな？ほい。よし、これでドア入る。で、もう一回しゃがんで、よし、これで鍵ドア入る。オッケー。そんで、ジャンプ。あ、ダメなのか。これじゃダメなのか。しゃがんでファイヤー。これでいいんじゃない。オッケー。で、下行って、かぶる。危ない。さ、ジャンプギリ。いけた。よし。鍵ドア入って、どこ出んの？オッケー。投げる。上、投げる。ギャー！あー、惜しいなー、今の。さ、こっから。投げて、ど、あー、持って、土管入るんだよ。よし、落ち着いていこう。オッケー、投げて。よし、オッケー、来た。さあ、これで戻るんだね。リセット、オッケー。よっしゃ、ようやく来たぞ、ここ。投げて、あー、違ったわ、投げるんだ、パウダー。さあ、ここ降りて、切って、ナイス。で、ここで投げる。これでいけたでしょ。来た。鍵ドア入る。オッケー。そんで、残り6秒。まだか。にゃー、今のダメなの。うそー。ほい。よし。もう一回、鍵ドア入って、残り6秒。さあ、ここ右よ。右で、そのままジャンプ。来た。さあ、ほい。やったー、いったー。イェイ。いや、これはなかなかいいステージ構成と面白さよ。いや、途中の P ジャンとかかなり苦戦したけど、いや、これはいいですね。楽しかったです。ぜひ皆さんもプレイしてみてください。ありがとうございました。はい、というわけで今回ここまでにしたいと思います。そして今日のラッキーな人は、日本で2番目に高い山を言える人。はい、皆さん知ってますか？もちろん日本一は富士山ですね。3776m。そして2番目は山梨県にある北岳という山でございます。こちらは 3193m の山ですね。はい、知ってた方はさすがでございます。ということで、少しでも楽しいと思っていただけた方、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。コウタでした。次回の動画でお会いしましょう。またね。グッバイチャー。